ベップのゆうさん、ありがとうございます。まさっちさん、中島ゆうさん、ありがとうございます。こんばんは、やっほー。焼酎力さん、しましまさん、ありがとうございます。まーさんさん、くまけんさん、ありがとうございます。バウチさん、かつらさん、福清さん、ありがとうございます。そう、今日はリリーベでね、んそう、なんか意外と髪色をたくさん褒めてもらいましたニヤニヤという。吉和さん、ゴーちゃん、たっちゃんさん、ありがとうございます。パンダさん、たかしさん、はるみさん、ありがとうございます。ゆうしゅんさん、いいさん、おもんない人さん、ありがとうございます。こんばんはね。すごい雨、なんか行きも多分雨、みんなが来る時間降ってたと思うんだけど、帰りもすごい雨が降ったので、本当にね、来てくださった方ありがとうございました。まさっちさん、彼に日向を語る詩人になりたくてさ、ありがとうございます。うごうごさん、ありがとうございます。ただの魚さん、シューマニアさん、大次郎さん、ありがとうございます。じいちゃんさん、たくやさん、メフィラスさん、ありがとうございます。まさとしさん、たっけいさん、むねひろさん、ありがとうございます。あおいたぬきさん、てんきゅうさん、まーさんさん、ありがとうございます。売り切れてたね。そう、ありがたいことにね、売り切れてたみたいなのでね、皆さんね、次は多分、次ね、お話ゆっくりできるのはね、もう個別のやつなんですけど、ぜひ個別のやつでお待ちしてます。のんびりお話ししましょう。焼酎力さん、ストラトスさん、たっちゃん、ありがとうございます。たもつさん、まこくわさん、トムトムさん、ありがとうございます。たかさん、ありがとうございます。チョコレモンさん、ありがとうございます。なんかそう、これ黒く見えるけど、ちょっとね、なんか青が入ってる感じの黒です。そう、だから何だろう、真っ黒ではないのそう、でもね、配信とかまたね、明日公演があるけどね、 DMM とかだとね、また違く見えるかもしれないので、なんかそういうのもぜひ楽しんでいただけたらなって感じです。たっちゃん、オーディーさん、じこじこさん、ありがとうございます。チャゲさん、おかゆさん、ネオアレスさん、ありがとうございます。帰りにマンゴーフラペチーノ飲んだ、美味しかった。ただの魚さん、阿部川もちさん、ありがとうございます。紫シャンプーはまだ買ってません。髪染めてから 2,3 週間後に使い始めるといいって聞いたので、まだ買ってません。マンゴー飲んだ？美味しかった？ジェイちゃんさん、あたりさん、ありがとうございます。トシさん、あたりさん、ありがとうございます。甘すぎず爽やかな、おお、いいですね。今回の色は自分的には気に入ってます。バッチグー。気に入ってるし、色落ちも楽しみ。桃太郎さん、トシさん、ありがとうございます。コウタンさん、キョさん、ありがとうございます。の組一足先に味見だもんね。原始人さん、ヒロウさん、ありがとうございます。ほうじ茶ティーラテ、ほうじ茶クラシックティーラテみたいなのは好きだよ。キーなのに飲めるんかいっていうね。そう、まあそんな細かいことは気にしない。コウタンさん、あやさん、ありがとうございます。そう、基本的にティーは NG なんですけど、そう、ルイボスティーとかほうじ茶クラシックティーラテとか抹茶ティーラテとかは飲めますので、細かいことは気にしないって感じです。はい、深くは追求しません。
団子さん、花ピンさん、ありがとうございます。ななみんちゃん、かんさん、ありがとうございます。あ、よかった、伝わる人がいっぱいいたねえ、よかった、伝わる人がいっぱいいた。小さいこと気にするなって言ったらたっけいさん、井上幸宏さん、ありがとうございますあだりーさん、北九州のりょうやさん、ありがとうございますよかったね、今の小中学生にはね、伝わらない可能性もありますからね、全然よかった、みんなに伝わってしょうちゃんさん、ばうっちさん、ありがとうございます。森誠二さん、くまけんさん、ありがとうございます満足福岡の福田さん、シムさん、ありがとうございます。たっけいさん、しょうちゃんさん、ありがとうございます、ね、どこまで伝わるんだろうね。ラーメンつけ麺僕イケメンとかは、でもそれはわかるのかな、どうなんだろうね。シムさん、マリモさん、ありがとうございます。なんかさ、あとさ、お名前忘れちゃったんだけどさ、なんかサングラスしてさ、フォーっていうさ、黒いお洋服身にまとってる方いらっしゃったじゃないですか。なんか短パン系の。うごうごさん、北九州のりょうやさん、ナックスさん、ありがとうございます。こうさん、ただの魚さん、ありがとうございます。 HG さんだっけ、あの方のおもちゃがあったの、おもちゃっていうのかな、なんかあったんですよ家に。なんかボタンを押したらフォーってあったの、そう、家にあったんですよ。私結構それ気に入ってたんですけど、もうないの家に。ああ、この方です、レイザーラモン HG さん。なんかおもちゃって調べたら出てくるかな、フィギュアって調べたら出てくるのかな、なんかね、あったんですよ。押したらフォーって言うみたいな。うん、この方フォーっていう方だもんね。そう、結構ね、なんかね、思い出のものですけど、記憶にはあるけど、実物はね、思い出せないの。なんかそういうのがね、あったお家に。すごい、黒ひげとかあるんだね、この方の。面白そう。面白そう。黒ひげあるじゃん。そして意外となんかいっぱいグッズがありました。シムさん、ありがとうございます。そう、これもなんか思い出の一つ。ハイタッチ会、美人すぎて、ありがとうございます。ロックさん、スルーしていいですよさん、ありがとうございます。学生時代そういう人がプレス、うえー、実際にプロレスしてるのは見たことないかもな。コウさん、ロックさん、ありがとうございます。中学生の頃、私いくつだろうね、わかんない。誰も伝わらないかった、誰かに言ったらルネッサンス、そう、なんかりなちと私は分かったんだけど、もう一人なんかそう伝わらなかったりもしたと思ってこんばんは、ね、やっぱね、あるんだなと思いましたね。ねえ、見てきたね、見てきたものが違うんですなと思いました。花ピンさん、
ありがとうございますね。ジェネレーションギャップですね。ね、7期生の子とかは今言ったの全部知らなそうだよね。小梅さんは確かに、小梅さんは結構伝わる気がする。おもんない人さん、大地くん、ありがとうございます。ダメよ、ダメダメとかね、わかんないのかな流行語大賞までになったけどね、こっち側、こっち側からするとあれも流行語大賞じゃんガラワンさん、ヒロウさん、ありがとうございます。コウジさん、ありがとうございます。真似してるよかった、伝わるんだ西岡澄子さん、なんだっけ、グッグーじゃない人。ユーマさん、フォレストさん、ありがとうございます。ラッスンゴールライト、もう今の子たちは TT 兄弟だろうね、多分。クマケンさん、西プーさん、ありがとうございます。今日ありがとう、来てくれてまあそうだよね、いろいろあるよね。江戸晴美さんか、これはどうだろう、しもしもはまだいけるかな、しもしもはまだ知ってるのかな。 TT 兄弟少し古いかな。そうなの、そうなっちゃう。なんだろう、一番うわ懐かしいっていうのが出た人が優勝ヒロシですわ、結構知ってるんじゃない。だって熊本だったらキャンプの番組持ってる、熊本かな、熊本限定か分かんないけど、熊本でヒロシさんはキャンプの番組持ってらっしゃいますからね、結構多分ヒロシですわ知ってるんじゃないかなまあ確かにそんなの関係ねえわ、もうね大流行り私の小幼稚園生小学生の時に大流行りでしたよ。私の幼なじみが一生やってました一生やってたずーっとやってた。ロデムさん、シワさん、ありがとうございます。オリラジさん、バウチさん、シワさん、ありがとうございます。鉄&トモさんとか確かにね、何やっちまったね。でもその方は意外とさ、あの有吉の壁とか、ぼーちゃんさん、ありがとうございます。なんだろうね、とか言ってたら意外ともう時間でした。なんでだろう、なんでだろうとか、右肘左肘とかね、なんかね、こっちからすると当たり前体操とかね、確かに。キャーって感じやね、私たちからするとなるけどさ、多分みんなからするとさってなることもいっぱいあるんだろうね。いいね。あと私あれ好きだったよ、そのオリラジさん、中田とか伝わらない、もしかして。私結構あれね、そう中田さんだったから結構田中さん、そうパーフェクトヒューマンとか一回も知らない、多分隣で全部やってくれるよフフフ1633日、ありがとうございます。1633、ありがとうございます。確かにちょっと歌系とか少なくなってきた気もするね。ありがとう。もうすごいいっぱいあったじゃん、あの君かわいいねとかあったじゃんあのさ AKB の曲とかにさ愛の手入れてる方とか、SKE の曲にもさ、相方じゃない、
あえの手入れてる方いらっしゃったじゃないですか。あのね、忘れちゃった何の番組か。じゃあランキング見ます。ピラメキーノだ。思い出せてすっきり。13位くまけんさん、ありがとうございます。12位かっちゃんさん、ありがとうございます。11位あたりさん、ありがとうございます。10位じいちゃんさん、ありがとうございます。9位ただのさかなさん、ありがとうございます。8位あやさん、ありがとうございます。7位焼酎力さん、ありがとうございます。6位はるみさん、ありがとうございます。5位たかさん、ありがとうございます。4位たっちゃん、ありがとうございます。3位メフィラスさん、ありがとうございます。2位シムさん、ありがとうございます。1位バウチさん、ありがとうございます。ちょっといつか時間があったら一番懐かしいと思ったのを出せた人が優勝選手権しよう。いつか覚えてたら。それでは皆様、今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでください。バイバーイ、おやすみー。